こんにちは、アイスタンチャンネルのたくみです。今回はパラサムさんより商品を提供していただいたので、そちらのご紹介です。今回紹介するのはこちらです。 A6 Bluetooth イヤホンでございます。はい、こんな感じでは早速見ていきましょう。まず箱はこんな感じになっておりますね。白色で、こちらは黒と赤というね、やっぱあれです、王道のね、色ですよね、黒と赤の組み合わせ。では早速開けていきましょう。こういうね、最近ありがちなタイプですね。で、ここにパラサムとロゴがありまして、こうやって開けるとポーチですね、ポーチがついております。で、箱の中には取説類ですね、こんな感じで Bluetooth ヘッドセットのユーザーマニュアルが入っております。日本語の表記はありませんね。はい、英語のみの表記となっております。そしてね、最近のガジェット界隈ではなんかね、人気なんでしょうかね、ハッピーノットハッピーのね、まあこれはどこの会社も入ってるようなイメージでございます。はい、紙類は以上です。で、ポーチの中にいろいろ入ってるタイプっぽいですね。はい、こんな感じ。これが付属のポーチですね。うん、素材はね、布ですね、布だけどサラサラしてる感じの布、わかるかな、こんな感じの、うん、こんな感じの布、ちょっと硬いね、硬質のポーチでございますね。縫い目とかは特に粗い部分はなくてしっかりしてるイメージですね。うん、で、ここを開ける、チャックも良好ですね。で、カリッ、はい、こんな感じで内容物入っております。まずこちらに替えのイヤーピースですね、まあ SML でしょうか。で、こちらに樹脂面型のマイクロ USB ケーブルが入っております。まあね、Bluetooth イヤホンなんでね、こんな感じでマイクロ USB でスマートフォンと同じように充電する感じになります。そしてこちらにイヤホン本体と、はい、こんな感じでございますね。うん、まあ一般的な Bluetooth イヤホンといった感じの形状ですね。まあやっぱり特徴的なのはこのプルプル震えておりますイヤーフックですね。まあイヤーフックがあるということは Bluetooth イヤホンの中でもスポーツ型と言えると思います。まあ、スポーツ型っていうのはまあそのままで、例えばジョギングとかサイクリング、まあ、サイクリングはちょっとね、グレーゾーンでありますが、まあ、一応そんな感じで運動、ジョギングとか、まあ、その他いろいろと体を動かすときに、例えばなんか音楽を聴いてね、そういう、やるっていう方多くいらっしゃると思うんですけど、そういうときってやはりこういう感じにイヤーフックがあるものはちゃんと耳に、ね、固定されて安定感があると思いますので、そうですね、イヤーフックもね、こんな感じで結構動くので耳への負担も少ないんじゃないかなと思いますね。うん、結構動きますね。はい、ではもっと詳しく見ていきましょうか。はい、まずこちら L 側ですね、パラサムとロゴがあってプラスチックなんですけど結構ズルズルしておりますね。まあね、ちょっとここは個人的な問題なんですけど、結構こういうタイプのね、ツルピカモデルはね、指紋が気になってしまう。特にね、耳につけるものじゃないですか、イヤホンって。だからそのイヤホン、耳とかにね、なんか油とかあると思うんですけど、そこら辺少し気になってしまうところではございますね。しかしですね、安っぽさっていうのはそんなあまりありませんね。うん、パーティクルラインっていうんですかね、あのモナコ構造みたいな線も目立つわけではありませんので、結構いい感じの処理かなと思います。はい、こんな感じ。そして R 側はこんな感じとなっておりますと。まずね、R 側にたくさん操作部が集中しております。まずボリュームのプラスとマイナス、まあ普通にカチカチ押せる感じで、裏側にマイクロ USB コネクタ、ここに、まあ、先ほどのマイクロ USB ケーブルを挿して充電する形となっておりますね。はい、こんな感じで、よいしょ。そして電源ボタンはここにありますね。長押しします。はい、長押しすると初回時はこんな感じで青と赤に交互点滅しますね。これはペアリングモードですかね。この状態の時に、お使いのスマートフォンなどでですね、 Bluetooth オンにしていただいて、多分このパラソンの A6 っていうのが検出されると思うので、それをタップすれば、一瞬にして接続することが可能と思われます。はい、電源切る時も長押しですね。はい、こんな感じでですね、こちらはBluetooth ヘッドセットということで内蔵マイクを搭載しているので、ハンズフリー通話をすることができます。
でですね、ハンズフリー通話の機能として CVC6.0 のノイズキャンセリングというものがありまして、まあ、そちらをね使用することによりまして、周囲の雑音を軽減して通話がしやすくなっております。でですね、こちら装着感がとてもいいんですよ。まあね、イヤーフックがあるからということもあるんですが、重量が軽いんですね。こちら約 16.8g 本体の重さとなっております。とても軽いですよね。 16g っていうのは結構軽めな方かなと思うんですけど、やはりスポーツ中にねこのようなイヤホンを使う方が多いと思います。スポーツに集中したいのにイヤホンの重さで耳が疲れるとか耳が痛いとか、そういうのってはっきり言って元も子もないというか、あまり音楽を聴いても少し残念になってしまいますよね。でもこちらはもともとねイヤーフックで全体的にこうやって耳に引っ掛けているので、一点集中でね疲れるってことはありませんし、さらにはね今言ったようにとても軽いので、まあ、スポーツしてる方向けですかね。もちろんスポーツされてない方、通学通勤のね、途中に使う方とか、そういう方にもとてもおすすめできるイヤホンとなっております。でですね、完全な防水というわけではないんですけど、まあ、スポーツしてる時の汗とか、まあ、少しのね雨ぐらいなら大丈夫だよと、安心してくださいということでございます。まあね、こちらの Amazon の概要欄の方には IPX3 ぐらいと、書いてあります。 IPX3 っていうのはですね、まあ、IPX っていうのは防水規格ですが、まあ、0から8ぐらいまでありますよね。で0は全く防水ではなくて、1ぐらいからちょっとずつ防水のレベルが上がっていくと、8がねすごい一番すごいような感じなんですけど、ね、3っていうのは、まあ、こちらのね本体にもう上からねもう水滴が 何粒が落ちても60度かな、60度の角度ぐらいからなんかいっぱい来てもなんか大丈夫だよみたいなぐらいですので、本当に軽い小雨ぐらい、あとは汗ぐらいという感じで、あの噴射水っていうんですかね、例えばシャワーで水かけるとかそういうものには対応してません。水流とかには対応してないんですけど、水がかかるぐらいなら大丈夫だよという防水は一応ありますと。でですね、こちら iOS のデバイスによるんですけど、iPhone やね iPod Touch とか iPad とかにこちらを接続すると、いつからだっけですね、 iOS 9ぐらいからでしたっけね、あの Bluetooth の、接続している機器のバッテリー情報も表示することができるようになってますよね。そちらに対応しております。これは結構ありがたいものですよね。確かにね、機器側でも充電がなくなるっていうのはね、まあ分かるっちゃ分かるんですけど、何パーセントまでっていうのはやはりこういうのは表示できませんよね。でもやはり使ってね、実際にね操作してるのはあのスマートフォン側だと思いますので、そちらでね詳しく数字でね知ることができるっていうのはとてもいいかなと思います。あとはですね、やはりカラーですよね、黒と赤ということで、まあ王道のねかっこいいイヤホンといった感じでございます。やはりこちらの製品ね、デザインが何と言ってもかっこいいですし、イヤーフックがあったりとか、生活防水程度の防水、そしてね本体もねとても軽いので、ぜひスポーツをしている方とかにねぜひチェックしていただけたらいいかなと思います。こちらカラーバリエーションは、こちらはブラックレッドなんですけど、その他ね、このケーブル部分も黒いブラックというものがございます。で amazon.co.jp でどちらのカラーバリエーションも同一価格の2812円で現在発売しております。で3000円以下でですね、このような Bluetooth イヤホンぜひ買えますので、気になった方はこの動画の概要欄に Amazon の商品リンクを貼っておくので、ぜひご覧ください。というわけで今回は以上となります。ぜひ動画の評価コメントよろしくお願いいたします。そしてですね、アイサタンチャンネルのチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。今年中にね2000人いくという目標がありますので、ぜひよろしくお願いいたします。こんな感じでね、ガジェット系の動画を出したりとか、まあ結構まったりしてやってるチャンネルでございます。ぜひね、他の動画も見ていただけたらいいかなと思います。よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。